ちゃお、あっちゃんです。今コーナー行ってきてんけどね、ピチッとシート売ってなかった。だから、まあキッチンペーパーと、あとね、あのフライパンで焼くときにひっつかないアルミホイルとか、そんなん買ってきたんで、ちょっと面白いもん買った。面白いもんね、帰ったらまた紹介する。面白いこともないけどね、便利グッズ、便利グッズでもないな。2,000円ぐらいやったから、もういや買っちゃえと買ってんけどね。とあるものです。はい、何でしょうか。今日それしようかな、でも飽きるかな、わかんない。GPS を受信できません。 GPS を受信しました。なんか変えて考えよう。もうそこデバッグの次の信号の角、そう寄りたいなと思うねんけどね、ダイソー行こうと逆やしな、結局中和感染足なんだけど、なんかいいやな、中和感染すごい、まあ、嫌いじゃないねんけど、レクサス、よいしょ、レミオかっこいいな、なんデミオかっこいい、前のデミオかわいかったけど、デミオちゃうわ、これ大きいな、アクセラか、アクセラやな、アレクサちゃうな。何でもいいわ、ちょっと行ってきます。ちゃお、あっちゃんです。今エバーグリーンでお買い物をしてきました。でちょっとね、ちょっとね、面白いものを見つけて買っちゃいました。はい。あんこ。まあね、一応、コミュニティにつぶやいてるけどね、変なもん、こうでもだい。さあ、どうやってさばくか。あんこってぶら下げて、さばくはずやねんね。だから、ぶら下げるのに100均で筋フックでも買いに行きましょう。はい。後ろで、荷物がね、こう、落ち着かへんのが嫌やねん、これ。後ろの荷台片付けというか、なんかして仕切り板置いて、そこに買い物荷物ボンボンって放り込むにしようかな。なんだろう、これからねガサガサしゃんでいいし、うん、そうね、帰り道ちょっとね、まあ、いろいろとお話をしようかなと思うんでね、この前からねいろいろと考えとったんよ。で、まあ、自分がねやってきて当てはまることやから、でこれからね YouTube する人、 YouTube だけじゃなくね、まあ、いろんな SNS なんかでもいろんなことがあって、そういうところで役に立つんじゃないのかなと思う話をしょうもくって、それをしながら帰りましょう。で途中ねダイソー寄って帰るから、別にセリアとかでもよかったんやけど、ダイソーで欲しいもんがあって、だから桜井のね向こうのミワのところのダイソー広いから、こう行こう、ジャスコでもええねんけどな、ジャスコのダイソーも広いねんけど、ジャスコの分のおとろし、めんどくさい。ジャスコ行こうかな、でも。ちょっとジャスコ見ていこうか。それもありやしな。ジャスコ見たら、見たで、またね、無駄遣いしちゃっちゃうしね、と思ったりするしね。でもまあ、ジャスコの食品コーナー見ててもいいしな。4時やろ。6時に帰ってもいいしな。ね。まあ、役に立つ話って何か言うと、独裁スイッチの話、ブロック、まあ、ああいうね SNS でもブロックついてるし、で YouTube でもブロックついてるし、それのね使い方の話やねんけどね、あっちゃん結構ブロック使ってた、嫌なコメントしてくるやつのブロックをしてた。でもその押しながらもね、いろいろ考えながら押すねん。もちろん腹立つから押すんで、嫌いとか嫌だって、こんなコメントしないでっていうので押すねんで、もちろん
それがまあ一番押す原因というか押すことやねんけども、なんていうのかな、その押してる中でね、考えててちょっといろいろと、だから考えながらやねんけども、やっぱり押してしまう。だってね、うちの子供のこととかミキちゃんのこととか言われたら嫌やん、腹立つやん。で、アンジーって言って一括りでブロックしてしまうのも横暴かな。でもこんなこと言うやつはまともな意見ないよなっていうこともあって、ブロックして、ブロックリストがねパンパンになることはないねんけど、びっくりするような数入れてた時期があって、この前からちょっとね、あの謝らんなんていう動画を出してて、で、まあ、その時全部解除したんやけど、でその中でもね、あまりにもしつこい人はまだ何人か、まあ、数人、もう数えるぐらいの数やねんけど、ブロック入れたんやけどね、そのブロックの使い方の話やねん。 SNS でもそうやし、まあ、いろんなところでね、そういうアプ主って言われる、アプ主のその権限でブロックすることができる、することによってね、例えば冗談で言ったり、うまく伝わらへんかったりすることで一発ブロックするっていうのはね、すごい危険なことちゃうかなと思って、ずっとこれ思ってて、だからいろんなこと言ってくるやつの中にもいい意見があったりする。だからブロックして表に見せへんのやけど、そのアップ主には伝わるようなブロックやったらいいねん。でブロックした相手でも、この人は危険なことを言うからブロックする中でも、いいこと言ったらあげたいとか、言うてくること全部見たい、あまりにもひどかったらその人を訴えることだってできるし、だからコメント見たいのに、コメントすら見れんくなんねんね。見れんくなったら目の前からそれが消えるから、ちょっと嫌なことがあって、もうこの人なんかもう虫が合わない、虫っていうか、なんていうのかな、そのもうなんか生理的に無理とか、ひどくなってきたら反音が嫌、アイコンの写真が嫌とかだけでブロックしてしまったりしてしまう、もう完全独裁スイッチね、気に入らんっていうことだけでボタンを押してしまう、っていうね、魔法にかかってしまってるんちゃうかなと思って、だからちょっとしたことで押す。でもそうやって押してブロックしてても、数ヶ月後に戻したらその人またコメントしてんねんね。っていうことは一生懸命自分のことを思いながらコメントしてくれてたんかなって思ったら、これ執行するのってすごい怖いことやなと思って。ちょっと前にね、あっちゃんが、とある、配信者さんと、ツイッターとかで知り合っ、釣りやって、ツイッターの方でコメントのやり取りもしてたことがあって、その人にコメントをしてたんね。で冗談で言ったことが文字では伝わらへん、なんかこうでって悩み事相談みたいなのもしてて、でいろんな人がツイッターとかでいろんな人が見れるから、いろんな人が相談持ってて、で悩んで、もういっそのことをアンチから言われたらギャグで返したらいいやって、その人をねちょっとぶちゃっとした写真の、なんか豚とか言われる、心が折れるとか言うから、そう、私は豚です、ブーブーブーって言ったらいいやんって言ったらブロックされて、おいってなって、冗談言ったの伝わらない、それ、ごめんとも言えへんし、伝わらへんし、冗談やとも言えへんし、おいってなって、いや、これは危険やなって、我が身で体験して、だから、その人はもう多分その言葉がダメやと思うけど、その、吉本の愛ちゃん、まあ、関西やったら通じると思うね。そう、私豚ですね、ブーブー言うて自虐にしてネタにしてる子が多いんだけど、そんな感じでやったらわみたいなこと言おうと思った一発ブロック黒でそんなこともあったから、ちょっとその独裁スイッチの使い方間違えたら今度暴走するんちゃうかと思って、その子は今暴走してます。はい。もう嫌な言葉全部ブロック、今キラキラコメントだけで、だんだんダメな方行っとんねん。それがあったから、ちょっとそのボタンは危険かなって。それが意外とね、面白いのがね、最近ね、その、いろんなところに主権限っていうのが発令されて、あっちゃんもね、何のために主にはブロックがあって、一発ブロックできて、見る人は、見たくなかっても
検索したそのサイトに行ったり、おすすめ、まあおすすめに上がらん方法もあんねんけど、 YouTube なんかやったら、それでもやっぱり間違えた検索したら、間違えたらというか検索のワードが引っかかったら、その動画にが表示されたりもしてしまうのに、ね、だから言ってみたら相手をブロック、あっちゃんがもしその嫌な配信、あの視聴者さんをブロックしたり、で視聴者さんがあっちゃんをブロックしても動画は検索で上がってくるんよね。でも動画主がブロックしたら、もう動画主の目にはコメントが見えんくなってんのよ。っていうことは完全な独裁スイッチよね。あ、島村です。ストッキングが戻ったんや。帰り、こっちまでかよ。破れてんね、さっき引っ掛けて。黒のストッキングないねん、か代わりが。まあベージュでもいいねん、ベージュって肌色でもいいねんけどな。黒のストッキングが足ほど見えねん。ちょっとしたあの女の子のあれやねちょっとした女の家でございます。さあどうでもいいんだけど、そんな感じでね、独裁スイッチってかなり使い方間違って危険やなと思って、でやっぱり言葉遣い悪いけどアドバイス、それもすごくいいこと言ってくれてたり、ひどいこと言ってんねんけども端々にいいことがあったりする、そこになかなか気づかへんねん。やっぱり言葉って汚いナイフやから、汚いナイフを振りかざしてきた人の話をね、まず鼻から聞こうとしない。まずこの人はナイフ振り回してね、もう言ったらナイフ持って「くらー殺すぞ」って来て「お前の背中に虫ついとる、それに刺されるぞ」って言われても怖いって逃げるやん。それと一緒で、汚いナイフ振りかざす言葉の人のコメントをいい言葉やと思って、まず最初にそう思えへんのよね。そう最初にまあ感じられたらええんやけど、それすら感じられへんから、まず逃げることから入るんよね。怖って思って、まあ怖とは思わへんけど、まあ嫌だなって。だからそういうね、言葉の汚い言葉のナイフを振りかざした人の意見聞こうとしない。でもよくよく聞くといいこと言ってね、ねえ、もう日本刀振り回して「お前今背中にムカデついてる」って、それに刺されて痛いぞーって言ってくれてるかもわからへんけど、日本刀振り回してる段階でその人の話聞こうとせえへんやん。だからやっぱりそういうの怖いなと思って、うん、だからね、ちょっと今ジャスコって言ったから続きまた後で話すけど、途中まで話すから絶対忘れてまうから、うん、だからそういうね、独裁スイッチを押してしまうことによって本当のいい意見で見えんくなってしまう、かなり危険ちゃうんかなって。その後そっから陥る殿様になった気分っていうのを気をつけないといけないなと思う話を、この後で帰り覚えとったらやります、はい、では行ってきます。またね。チャオ、あっちゃんです。今はねジャスコでちょっとね、あのジャスコじゃないねんけど、ダイソー、うん、ジャスコの上にあるからダイソー行ってきたの。でダイソーでね、ちょっとね欲しいものを買ってきてんけど、あのあんこつら下げんのにS 字フックを買ってきたのよ。あんねんで S 字フック。でもね、服とかかけてる S 字フックであんこつってさばいてまた服かけんの嫌やん。でもキッチン用品に一つねまたさばくんか。あ、島村でストッキング買って帰ろう。はい、ということでね、ちょっと島村寄って帰るわ。うん、でまたね、引き続きまだ覚えてね、あのあれあれ、何やら、あの覚えとらへんのかい、あのあれよ、独裁スイッチの怖さを話していきます。これあっちゃんが体験したのね、独裁スイッチを試行することってどうなのかっていうのを話します。ちょっと待って、島村行ってくるわ。あっちゅうの動画終わってもらって